どうもこんにちは、速塾の久保でございます今回は FX のことについてね私も一つの節目を迎えたと自分で思ってますのでそのことについてちょっとお話したいと思います、まあ、FX は私ね2017年から始めて今年で6年目になるんですよねで最初の1年っていうのは本当にねあの何時間やっても理解不能でどのぐらいエントリーしても全然勝てなくてってことで多分多くの方がものすごく挫折を感じる スタートラインと全く同じだと思います。で、私はですね、1日に2時間とか3時間、まあ、場合によっては7時間、8時間っていうのを FX に費やして、それで1年過ごしてきました。当時は、ヨザー・ツバスさんの GWBS っていうね、トレードのスクールに入って、まあ結構ね、詰め込みでやったんですけども、それでも全く理解できなくって、まああの、本当にね、何度やめようかなと。 いう気持ちが出てきたか分かりませんがまあでも1年目全くわからない状態から始めてるんで苦しいのはしょうがないなというふうに、まあ、スポーツでもねその他のアフィリエイトの勉強でも思い知ったという経験がありますので最初は生みの苦しみだなと思いながら1年間やってきたんですよ。でまあ、ちょっとしたきっかけで1年間の勉強が花開く瞬間っていうのが来たんですけども2年目からはね少しずつ 見えるように分かるよよううににかなってきました一番最初はそれでもテクニカル理論っていうね教わったその手法のうちダブルトップが来るのをずっと待っていながらやってたんですよダブルトップが来た時だけ売りでエントリーするみたいなねまあそのところが始めましたで学んだことを試すってことこれを繰り返すことによってだんだん自分の力がついてくるし見えてくると思うんですよで大事な考え方は分からないから分かるまでやる でききなないいからででででるるまでやるという根性論なんですよねでも考えてみたらこの根性論ってものすごく真っ当だと思うんですよ。でなんていうのかな私49歳なんですけども同じ世代の方昭和世代の方ねこういう根性論得意じゃないですか。<laughs> ね、古臭いかもしれませんけどもでも私たちは昭和に生まれたんでその考えのまま突っ走っていい部分もあると思うんですよ。で、今回はね えー、長々とした話になっちゃうんでこの辺で、えー、と本題に入っていきたいと思いますこういった私のスタートラインっていうのがあったのは多くの方と同じだと思いますけども今回ですね私も結構力がついてきたなーっていうふうに思ってるんですよであとは大事なのは3年ぐらい前から考えていたんですけどもあの私がね扱えるようになった FX の力を伝えやすくお話ししていくことなんですよ久保さん分かりやすすいです っっていいうふうに言われ始めたたのがちょうど3年前ぐらいだったんですよでももっと分かりやすくもっと受け取りやすくそして同時にお話を聞いていただく方にも基礎的な知識がなければさすがに受け取れませんよっていうねその辺も伝えていくことにしたんですよね。うんまあ、これはね端的に言えば基礎用語が入っていなければ私が話したことが分からないってことなんですよ。 FX や投資の基礎用語はちょっと入れといてくださいねってのをお願いしてそれを教材化したのが昨年作った FX の基礎講座ってやつですよね、うん、これはあのまた別で説明しますけども簡単に言うと FX で使う基礎用語を100日で学べるようにねだいたい90個のコンテンツで作られていて私がそれを説明する動画を1日1分から3分で耳に入るようにね メールマガジン形式でおお届けすするものになっております当時100件ぐらいねあのご購入いただきましてやっぱりこういうものが本では学べるんですよ本で学べるんだけども本で学べきれないから音声や動画などで頭に入れたいんだなっていう方のニーズが確かめられたのは非常に良かったと思いますでそういう方に向けて今度は中級編ということでテクニカル理論の学習を送りつつ続けるねそういった半年間のコンテンツも新しく作ったわけですけどもこちらの方もね 基礎講座を購入された方のうち半数の方がご購入いただいて大体基礎用語が入ってるからこそこのテクニカル理論がやっぱり聞き取れる分かるっていうことになったと思うんですよでテクニカル理論が身についたあとは精神力の勝負になってきますいよいよ実弾お金を入れてやりますんでねやっぱりこう机の上で学んだことと実際にいわゆる戦場に出ることではもう全く違うところが結構ありますんでねそういうい意味では 学んだことを試すときにお金をそこに実弾を込めるっていうのは結構ね精神的に来るもんがあるんですよでもこの精神の問題っていうのは突破しなければやっていけませんやっぱりね FX っていうのはその考え方とかマインドの集まりで相場ができてますんでねそういうことも込みで、えー、今回 FX の上級編ともいえるね FX のオリガルヒというチームを作ることにしましたでこの FX オリガルヒは私は基本的に50がもう 近いんですよね50代は FX を中心に、うん、特にね人に伝えていくことを中心にこの10年は活動しようと思ってるんですよでも安心してくださいね10年間のカリキュラムを作りますってことではないんですよ基本的には何回も何回も同じことを毎年毎年やろうと思ってますで FX オリガルヒーっていうものでだいたい1年続ければ FX の一通りが、まあ、生活費を稼げるレベルでできる という,ふうにイメージしてるんです,よですので基本的に私は10年間発信し続けます。というのが今まで6年間も毎日発信していったと思うんですよ、ね。毎日ね。私の発信がなかった日ってないと思うんですよ。それから私に対していろんなあのお問い合わせがありましたけどもこれも返信しなかったことってないと思うんですよ。特にその日のうちにもう爆速ですごい速度で返信してると思うんですよ。特に画面付きとかね解説付きで返信してると思います。 それはこの動画をご覧いただいている方なら何度も体験してることだと思いますこのねサポートの強さと具体性と行動力発信力それから全体的な量と継続する力これは今までの6年間で多くの方にお示しできたんではないかと思いますこのペースでこれからもやっていくもしくはプラスアルファでもっともっと加速していこうという意欲でおりますでさらに私ももっともっとね伝えやすさの、まあ、勉強も身につけてそして伝えるための トレーニングも毎日こうやってねアウトプットすることによってしてますんで多分この FX オリガルヒっていう,う新しいね取り組みっていうのはあの参加した多くの方に伝わりやすく受け取りやすくなってるんではないかなと思うんですよもちろん私ももっともっと進化しますんでねその辺はあのご信頼いただければと思いますでこの FX オリガルヒっていうものはこれから少しずつお知らせしていきますけども6月の頭に、えー、正式にリリースすることになりますけども これね先行して受付もしようかと思うんですよねもうすでに5名ぐらいの方から是非参加したいということで、あのー、お知らせいただきましたでこれはもう有料のコンテンツになりますので結構細かく入れますんで私もね気合を入れてやりますんでね、えー、場合によっては家族を後回しにしてやる部分もありますから、あのー、FX をねもうちょっと身につけたいっていう方に対して。 まあですので、ちょっとね、あんまり安い金額で出せませんので、まあ、かといってね、手の届かないようなものにもならないと思います。基本的に FX の基礎ができている方でしたら、まあ、この辺で腹くくってもいいかなっていうふうなね、まあ、そういったものになると思います。ですので、完全初心者の方っていうのは、うーん、まあ、初心者の方はあんまりお勧めできないですけどね、完全初心者の方で、FX 全く知りませんって方はダメですね。 少しでもチャートを見たことがある。私の朝の相場解説を何度か見たことがあるって方だったら、取り組んでも大丈夫なようにはできると思います。ですので、その辺もご留意いただいて、ご検討をね、これから始めていただければと思います。これから2週間、まあ、いわゆる <laughs> ビジネスの世界でいうと、プロモーションの期間に入りますので、どんなものが具体的にどういうふうに進めていくのかっいうことを少しずつお知らせしていきます。ただ今回は第1回目の FX オリガルヒのお知らせなので、私のね、考え方、 どういういいな覚悟でやっっててくのかってことをお知らせします50代といえばですね私もこれからまるまる10年残ってるわけなんですよ今49歳ですからその10年間を一緒に歩んでいける方そしてその50代私が50代の間に多分うちの子供も大和くんもね FX を学ぶ瞬間が来ますそのことも込みでちょっと考えていていただければと思うんですよもちろんこれね FX やれば身につくってもんではないと思います ただ同時に矛盾をはらんでいますけどもやれば身につくとも思うんですよで私は一生懸命伝えていきますし一生懸命コンサルもしますしそれから修正も厳しいことも言うかもしれません,うんでもやっぱりねどうしても FX において今後の人生を揺らぎにないものにしたいとできなかったことをできるようにしたいお金の問題と時間の問題解決したいと思うんだったら FX が最も近道だと思いますよ同じ昭和世代これからね店舗を経営したりとか なんかインターネットでコミュニティ作ったりとか有名 YouTuber になって毎月何十万も稼いだりっていうのその一つの道ですけどもやっぱり変化し続けるねそういったインターネット情報の業界の中で変化しないのにきちんとやれば勝てる道っていうのはこれ最短距離は FX だと思います FX で新しい手法は生まれませんからね今まで500年前から作られた手法をもとに今日から勝負が始まるってことですから。 情報業界のようにね新しい SNS が生まれたりとか,なんか新しい有名人が出てきてせっかくの自分の今までの苦労をぶち壊していくみたいなかっさらっていくみたいなことはないです特に YouTuber っていうのは私も10年やってると思うんですけどもこの1年2年有名人とか芸能人とか有名経営者が参入しすぎて私たち普通の人の戦場だった YouTube っていう世界っていうのはね随分とね言ってみれば荒らされてるんですよ ですんで、積み上げてきたものがなくなった人もいて、YouTuber を廃業する方もいると思いますけども、FX は違いますからね。一度勝てるようになったらずっと勝ちです。<laughs> 生涯勝ちです。あとは勝ちの金額が大きくなっていくかどうかだけなんですよ。で、FX をやろうかなと思って志す方、この動画の冒頭で言いましたけども、1年目非常に苦しいんで、苦しいから退場していくんですよ。だからね、1年目をどう乗り切るかなんじゃないかなと思いますよね。実際、 3年くらいね私の相場解説のお付き合いの方、まあ、結構な確率で勝てるようになってると思うんですよじゃないとねいけないですしね3年やって勝てなかったらそれはもう今度諦めるっていう決断をした方がいいと思いますもちろんしっかりやってこなかったけども片手間でやって3年間っていうのはね、えー、ちょっとそれはまだ諦めるのに早いと思いますけどもねでそういった方にもお届けしたいのが今回の私の FX オリガルヒというそういった取り組みになっております オリガリといえばね、あのー、ロシアの新興勢力新興財閥といって急に金持ちになった人を指す言葉なんですよちょっとアンダーグラウンドな言葉を使えばマフィアみたいな言い方もするかもしれませんでも私たちは犯罪するわけじゃなくて FX という世界の中でいきなり勝てる人間になっていこうとするものなんですよねいきなりって言ってもね別にね数ヶ月でそうなりましょうっていうそういう甘い話をするわけではないんですよしっかりと地に足をつけてじっくりとね6ヶ月とか1年っていうものを見据えて 私も1年間は勝ったことがなかったですからね。ただこの6年間、なんで自分は最初の1年勝てなかったのかとかね、どの辺からどういうきっかけでや勝てるようになったのか、なんで自信を持てるようになったのか、そして伝えるための努力っていうのはどういうふうにしたのか、これ全部ギュッと詰め込んでですね、FX オリガルィというこういった取り組みにしようかと思います。えー、コンサルも込みでやってますんで、きっとですね、あのご満足いただける内容になるんではないかなと思います。それでは今回は以上でございます。 FX オリガルフィーご期待ください、えー、プロモーションお第一回目の動画になりましたでは失礼します